金沢清涼大学は石川県金沢市五所長市中の一に本部を置く日本の私立大学である。1967年に設置された。大学の略称は清涼大。誠実にして社会に役立つ人間の育成。経済学部の1年生はビジネス能力検定2級の受験が義務付けられている。1932年に創設された。 北陸名称主残墓期専修学校が期限。その後、数度の校名変更、学校改装を経て1967年に、金沢経済大学として開学。2002年に大学名を、金沢清涼大学へと改称し、大学院を設置。2007年に、人間科学部を、2016年に、人文学部を新設。学部、学科女子短期大学部大学院。 付属機関大学祭は流星祭と呼ばれ、流星祭実行委員会を中心に企画、運営がなされている。2003年には定員割れした。この時の就職率は66%であったという。しかし、2005年にキャリアディベロップメントプログラムを開始するなど就職サポートを徹底した結果、2009年の就職率は81%となった。 このような取り組みの結果、2011年の入学試験においては、定員430名の募集に志願者が1610人となるなど、定員割れからも脱却した。ありがとうございます。